百花王学園は私が作った私のアクアリウム、弱肉強食を断りとして美しく循環する閉じた世界、それを歪ませる輩が現れた。また一緒にギャンブルを楽しみましょうね。私立百花王学園、この名門校には絶対的な階級制度がある。勉強やスポーツではない、ギャンブルの強さのみ。妙な奴らが転校してきたらしいのよ。全員名字にバミの字が入ってる。よく来てくれたわね、みんな。この方々は本家当主たる桃バミキラリ様に連なる一族、称して桃バミ一族。あんたの名字に同じ字が入ってるわよね。まあ遠い親戚とかですかね。生徒会を解散しようと思うよ。ようこそ弱肉強食の生徒会長選挙へ。この選挙は投票制じゃない。一人一人の票はギャンブルでのみやり取りされる。私は生徒会長になるわ。失うものは高か知れてる。今回の生徒会長選挙、舐めない方がいいわよ。百花王学園を取ることはこの国を取ること。面白いかキラリ、我々文家の者が右往左往するのを眺めるのは。この一族に食い荒らされようとしている。さあ選べ。こういうギャンブルがしたかった。そう勝ってくれ。私のたしなみ。失うものはたかが知れてる。明日をなくしても未来がなくなるってわけじゃない。夢を見るには知りすぎた時代。